山口線は、東京都東村山市の玉子駅と埼玉県、所沢市の西武球場前駅間を結ぶ、西武鉄道の案内機場式鉄道路線である。愛称、レオライナー。駅ナンバリングで使われる、路線記号は SY。本校では前身であるおとぎ線についても記載する、案内機場式鉄道化後のもの。駅付近を除き、 大半の区間で村山下貯水池の北岸に沿って走る。ただし、貯水池周辺は水源管用保安林が形成されているため列車内から湖面が見える箇所は少ない。もともとは1950年に開業した玉子ホテル前駅とユネスコ村駅を結ぶ単線、おとぎ線を走る。 おとぎ電車という名称の遊戯施設で基間7 6 2ト、mm、ルの軽便鉄道だった。1952年におとぎ線を地方鉄道法に基づく地方鉄道に転換し山口線と改称したがおとぎ電車の名はその後も用いられた。運賃は西武鉄道の他の一般鉄道路線とは別立てで大人片道200円、子供片道100円で 営業時間は9時30分から17時30分まで。当初は蓄電池機関車だけだったが、1972年に日本の鉄道100年を記念して、蒸気機関車の運行を開始し、平日は蓄電池機関車、冬期以外の休日は蒸気機関車が走るようになった。蒸気機関車の交代に合わせて、 交代前年の1976年に一旦、運行を休止し、トンネルの切り通しかやか道橋の掛け替えなどの改修を行って、路盤強化を図った結果、蒸気機関車の充連運転も行われるようになった。施設、車両の老朽化、並びに、多摩湖線から、西武ライオンズ球場へのアクセス改善を図るため、 1984年5月に、おとぎ電車の運行を終了して大掛かりな改修工事を行い、一部区間の線形改良や、奇襲転駅の変更を実施。これにより翌年案内機常式鉄道として開業し、西部の他路線と同一の運賃体系に統合された。なお、手続き上は、従来のおとぎ電車の路線を一旦、廃線扱いとした上で、 新たに案内機上式鉄道の免許を取得している。VVVF 制御の実用化を念頭に置いた直流 750V 電化の採用、キャブシグナルと ATO による自動運転ではなく、通常の信号機を検証し、ATS を使用するワンマン運転の実施など、イニシャルランニングコストの抑制に配慮した合理的なシステム構築が実現している。 日本の案内機場式鉄道路線で、住民間企業経営のものは、2019年時点では、山間ゆかりが丘線と、西武山口線の2例のみである。全列車が、玉子駅西武球場前駅間での運転である。通常ダイヤでは昼間は20分間隔、朝、夜間は30分間隔であるが、西武ドームでの野球、イベント開催時には、 臨時列車が運行され10分間隔となり、この時は東中峰信号場での列車交換が行われる。初電時刻は西武球場前発で6時50分台、玉子発は7時10分台、終電時刻は22時台で西武鉄道の他の路線に比べ運行時間帯が短い。野球ナイター会催事の場合も終電延長はないため、この時間以降は 狭山線などを利用することになる。なお、かつての朝、夜間や大晦日元旦の終夜運転時は40分間隔であった。すべての列車が、玉子駅で、玉子線の列車に、西武球場前駅で、狭山線の列車と接続を考慮したダイヤとなっている。野球開催時は、下り列車において、東中峰信号場付近で、 西武球場前駅到着の案内放送後に野球開催のお知らせと埼玉西武ライオンズの応援歌、ホエロライオンズのインストゥルメンタルが流れることがある。東中峰信号場蓄電池機関車蒸気機関車1976年まで蒸気の1号、2号は借り物であり、老朽化してきたことから代替機を求めることになった。有山森林鉄路の蒸気機関車も候補に上がり、 現地調査もしたが車体が大きく、トンネルや、橋梁の改修に、多額の費用がかかるため断念し、下記の大東稿誌の機関車に変更した。1977年以降、1984年5月の、休止まで、西部園遊園地に展示されていた頃の西部5系蒸気機関車、527号機1系2系5系のいずれも、ドイツのコッペル製。 客車遊園地前駅ユネスコ村駅、玉子鉄道が1929年に取得していた延長線の免許を利用。そもそも、大井川鉄道には 762mm 期間の区間はない。ありがとうございます。